真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。今日はここまでだ。明日は三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます。そうだな、ヒロキ殿、あなた様は父の自慢の弟子でございます。何で言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。
かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。間違いねえ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。一父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかける。ゲドゲ、足の番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すものじゃ。何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。速だ、逃げろ逃げろ逃げろ。もう守れ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬ。先生を見つけねば。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者はヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。何してわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。楽にしてやるよ。喜ぶ。
この向こう水なもののふは誰だ。して、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。喉をかっきれ。役立たずのクズ野郎だ。命など何のか。お前はここでしまいじゃ。お逃げくださり。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、色木様。三十郎様をお探しなら、先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。さっき死ぬ。お前はここでしまいじゃ。クズ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただければよろしかったのだが。愛子殿が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。役立たずのクズ。大監視はいつ来てくれるんだい。もうそうしろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せ、まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。てい。今のうちじゃ。そこで止まれ。せいや。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。されど先生は。ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をせれば。
刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも参れ、刀さばきを見せてみよう。何の修練も積んでおらぬ。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしませぬ。
上川村の者どもでございます。奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。叩きれ、胸を張れ。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が力で道を切り開くのみ。倒れろ倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか、こんな楽な役目もねえさ。諦めが。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。逃げるなら今のうちで。来るぞ、早くしろ。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中ば。おなるを解散にすぎじゃ。逃げるがいい。
もう案ずることはない。かたじけない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に死ぬか。気をつけろ。気をつけろ。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者。通さん。逃げるなら今のうちじゃ。やろうは一匹だけだ。ロジャーの犬で。女をすぐさま離せ。諦めろ。じゃあこの男を死なれ。何もかも取られた。何もかも。どこへ行ったんだ。雷神様の怒りの幼児。よくも兄貴をやりやがったな。何するや。どこのお方か存じませぬが。誠に片付けがございます。あそこだ。あっちだ。足のもめ。
中にまだ誰かおる。水を持ってきてくれ。やろうともめ。早く桶を持ってこい。頼む。ここまでだ。
でみんな殺しちまわねえんだ。さだため様はまずモテ。それで最後だ。逃げるなら今のうちだ。やや、片立つのクズ野郎が。すごい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家親しき者ども、皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。お前はわざわざどんなことにしたのか、愚か者が。喉をかきれよ、者が。負け犬が。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに、我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできわい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。信殿、大事こさらぬか。どこにおったのだ。何もかもかけて挑んだ。挑んだが数は
いかほど。百は優に超える。我々は計られたのじゃ。拙者は手遅れじゃ。まだ助かる者に手を貸してやってくれ。愛子は無事でござるか。許しを。愛子、愛子殿を見た者はおらぬか。もうやめとくれ。そう遠くまでは行けない。おい、一人も生かしておいてはいかん。頭を引いてしまいな。道場はもぬけの殻だ。喉をかき切れ。身を落とせ両者が。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む御将だ。畜生、戻ってきや。百軒先からでも安図を射止める。お主の頭など造作なきこと。早行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。これで最後じゃ。生かしておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。臆病者でクズが。さあ、はあ、さあ、はっ、はっ、ひそ落ち着け。もう大丈夫だ。you
あそこだ、仕留めろ。逃げろ、逃げろ。逃げろ、あそこだ、仕留めろ。そこを行かねばならん。貴様らは矢で撃たれてしまう。恐れなどやせぬ。この辺りに違いない。仕留めろ、目を狙え。たとえ死と隣り合わせであろうと。首を折れ。臆病者がいるなら今のうちじゃ。拙者が勝ち戦を欲したために、この卑怯者どもは抗う者にも出くわさず、やすやすと。無事よ、命だ。撃てろ。撃てろ。さあ、行け。もうすぐに。
わしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。読み送りにせよ。命乞いするなら今のうちお殿、お許しを。奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめ、おやめなさめ。先には死が待つのみじゃ。ならば死と出会うまで。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。侍、遅すぎだ。腹をかっさばいてやれ。さあ、この者どもは愛子に何を。
馴染みの顔ばかりじゃ、みなよく存じておる。まだ息のある奴がおる。武器を持っておる。ようなことが負うたことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。あのような打ち方調和を乱したお前など取るに足らぬ。アイコー。